はい、JR の五井駅からですね、歩いて5分ぐらいですね。今日はこちらのですね、市原インソーシャル五井店、こちらの方にですね、一泊してみたいと思います。ではチェックインします。はい、本日はですね、701、一番端ですね。入ってみます。はい。まずですね、入り口に絵文掛けがあります。ファブリースもあります。靴べらと靴磨き、あとスーツケースを置くやつですね。はい。絨毯は赤紫。はい、鏡があって。はい、シングルです。禁煙になります。テレビがありまして。ここに鏡。類、無料のミネラルウォーターに、これはお湯沸かすのと、オール電化になってますね。はい。そして、下が冷蔵庫ですね。ここ。はい。木の椅子があって、スリッパ。そしてここ布団の電話がありまして、ここですね、まあ古いタイプですね。はい、
ここはですね、ビジネスマンというか、今日は祝日なんですけど、多いですね、宿泊される方が。はい、ゴルフ行く方が多いんですかね。はい、ここエアコンの。はい、そんな感じですね。で、ちょっと窓見てみますね。はい、では窓ですね。変わった扉みたいなやつ、なんつうんでしょうね、これは。はい、普通の家です。家が見えるものぐらいだけですね。開きます。空気の入れ替えします。はい、バスルームです。少々段差がありますね。はい、温水便座です。フェイスタオルにバスタオルがありまして、シャンプー、リンス、ボディシャンプーかな。はい、歯ブラシのみですね。あとは下のアメニティのとこから持ってくるということですね。はい、蛇口は古いタイプです。まあまあ広いかな。まあ普通の感じですね。はい、これはこっちなんですよね。こっちがシャワーで、こっちシャワーで、こっちがね、こうか、あ、こうだ、こうだ。はい、温度も問題なし、水圧もいいですね。はい、館内の案内を移します。はい、館内施設、無料アメニティの概要です。はい、さらにですね、2000円ですね。県民割の、で、これですね、1日2日しか使えないんですけど、そうですね、また何かドラッグストアかなんかでですね、買いたいなと思っております。はい、今回はですね、1泊2食付きなんですね。夕食もついてるんです。で、かなりの格安なんですね。県民割を使いまして、で、今日は和食レストラン天狗でですね、食べてみたいと思います。この夕食券では、これですね。結構豪華だな。当然これすき焼きだろうね。
はい、今一泊してきました。はい、非常にですね、清掃がされたきちんとしたホテルです。フロントの対応もいいです。 Wi-Fi のつながりもいいです。あと朝食なんですけど、非常にですね、品数が多くて、エビピラフとかありまして、かなり美味しかったですね。ちょっとね、味の素の冷凍ピラフって感じだったんですけど、なかなか食べる機会がないんでね、ピラフっていうのは。美味しかったです。はい、でパンの種類もありまして、結構焼いて食べたらですね、意外に美味しいですね。はい、そんなとこです。あとはホテル独特のですね、匂いとかそういうのもありません。はい、部屋はまあ禁煙だったんですけど、通路とかもですね、全く匂いもなく、いいホテルだと思います。はい、そんなとこです。で今回は1泊2食付きを選んだんですね。はい、で晩ご飯の方はですね、お金を払って食べると1300円だそうです。はい、そのホテルでチケットを買うってんですかね。でですね、韓国料理の店と、有名なファミレスの天狗ですね。はい、私は天狗の方で食べました。でビール付きで、すき焼き定食みたいなのが1300円でしたね。うん、まあお腹いっぱいにはならなかったですけど、まあ安いかな、まあどうか分かんないですけどね。で通常ですと一泊がですね、7000円ぐらいですね。多分じゃなくて、これはそうなんですね。で今回は千葉県のですね、県民割を使いましたので、一泊がですね3000円です。3000円で、さらに千葉県のですね、クーポン、2日間ぐらい使えるクーポンですね、
いろんなお店で買える。それがですね、2000円分ついてますので、まあ実質1000円ということですかね。はい。一泊二食付きで1000円なら、まあもう問題ないというか、非常に得ですね。はい。で、この2000円はですね、またツルハドラッグとかでですね、買い物したいと思います。はい。で、この周りはですね、ホテル街になってまして、いろんなビジネスホテルがありますね。で、あと駅前はですね、食べるとこといったら松屋があります。あとドトールコーヒーもありましたね。はい。で、ホテル周辺なんですけど、ここはですね、結構食べるとこがありますね。はい。ガストもありますし、びっくりドンキーもありますし、あとしゃぶよっていうしゃぶしゃぶのファミレスですね。はい。あと怪力屋もあったかな。はい。あと唐揚げの店もですね、弁当の持ち帰りのテイクアウトの店もありますね。はい。で、あとコンビニもあります。で、スーパーマーケットもですね、1軒あります。千葉県のスーパーマーケットが1軒ありましたね。はい。ちょっと名前忘れましたけど、はい、なんだっけな。はい。まあそんなのがあります。はい。そんなとこですね。はい。そんなとこです。すいません。ありがとうございました。失礼します。